お、マジか。このタイミングでやってきたっていうところで、特報10分前に4月19水曜日23時からモンスターハンターライズサンブレイクスペシャルプログラム、こちらの配信が決定となりました。で、こういった形でなんと事前の告知映像も公開されました。無料タイトルアップデート第5弾の紹介映像の公開や配信日の情報をお届けいたしますっていうところで、19にスペシャルプログラムだから、そういったところを考えると、ちょっと待ってよ、19が、あ、ちょうど1週間後か。なので早ければ20日から実装って感じでしょうか。ただ翌日から実装ってあんまりイメージがないから、なので翌週に実装みたいなイメージでしょうかね。なのでちょうどゴールデンウィーク前にやってくるっていうイメージで間違いはないかと思います。まあそんなところで、ようやくね、無料タイトルアップデート第5弾の情報が出ることを決定いたしました。待ちに待った第5弾、これは楽しみですよ。ただここで気になってくるのが、さあ強化個体モンスターは果たして何なのかっていうところと、最後の復活交流種モンスターが気になるね。ただ現時点では、そうだね、特段ですね、最後のアップデートっていう記載はございません。ですので、まあ、最後がどうかっていうところはまだわからないけど、逆に言うと4月19のスペシャルプログラムで明らかになるんじゃないかな。さあそういったところで、なんとツイッターのトレンドがモンスターハンター関連で溢れ回っております。カムラの里スペシャルプログラムで、なんじゃまあポケットモンスターと、まあそんなところでかなり楽しみなところではありますが、いやー本当に最後のアップデートになってしまうのか。ただサンブレイクが出たのが去年の夏なんで、まあ逆に言うと、まあ5回も無料タイトルアップデートをやってるわけなんで、これで逆に第6弾、第7弾、第8弾っていうのが出ると、それはそれでびっくりするので、まあさすがにそれはないか。まあ今のところは、Facebook でも実はね、開発者インタビュー記事っていうのが、ここを毎月行われているわけですが、そこではモンスターハンターフロンティア、こちらから移植するモンスターに関しては、今作はエスピナスとエスピナス亜種のみって明言されておりますから、なので復活固有種モンスターは間違いなく本編経由である可能性が高いわけなんですが、やっぱり世間一般的な予想としましては、天妻ヶ土、こちらが建てられていると思いますので、やっぱり天妻の可能性が高いのかな。まあ、ミラボはね、正直なんだろう、やってくる感じがあんまりしないよね。ただかといってグランミラオス、こちらの可能性もなきにしもあらずではありますが、やっぱり最大の今作における謎であり、なおかつ伏線であるヨモギちゃんのね、故郷を襲ったモンスターは果たして何なのか。で、サンブレイクではあるものの、カムラの里ですね。カムラの里の物語が最後に伏線回収されるんじゃないかと。まあ、その可能性がやはり高そうな感じがしますよね。いやーけど、カムラの里の物語って今思うと本当良かったよね。発売してから、2年以上が過ぎ去ってるわけか。なんかあんまりそう思うと実感湧かないよね。ね。まあ、そんなところで多くの方が期待されている状況。果たして何がやってくるのか。で、あとはですね、カムラの里で会おうって言っておりますから、やっぱりカムラの里のフィールド、またはそこ経由のモンスターがやっぱり出そうな感じがしますよね。はい。果たしてどうでしょうか。待っていたぜこれは。てか1分で1000いいね近くてすごいよな。ただやっぱり天津かな。まあ少なくともこのね、事前映像を見てる感じだと
カムラの里っていう文言であったりとか、で、このフィオレーネもカムラの里って明言してるから、やっぱ甘酢臭いっすよね。まあ、カムラの里のね、二大伏線といえば、もう一つ、グランミラオスか。けど、水中船がないからね、まあ、さすがに来ねえだろうっていうところなので、まあ、消去法で甘酢か。ただまあ、毎回の恒例で言うと、やはりですね、ミラボレアスっていう可能性も、捨てきれなくはないから、まあ、大穴でミラボがやってくる可能性があるって感じかな。まあ、なんだかんだで残り1週間でようやくね、そう、わかることになるかと思いますから、楽しみに待っておきましょう。まあ、そんな感じでしょうか。で、今回ですね、無料タイトルアップデート第5弾って形なんですが、なんと、新たなスキルがね、このタイミングで追加されることが決定していたりとか、で、さらにそれだけではなくて、新たな装飾品であったりとか、新たな防具や武器も追加されるから、まさかのね、最後のアップデートと今のところは予想されているこの第5弾、このタイミングでね、様々な変化がございます。ただ、直接的に関係してくるのはやっぱり新たなスキルじゃないかな。一つや二つじゃないからね。さらに、錬金もですね、確か現時点で新たに2パターン、3パターン、4パターンぐらい追加されるみたいな、そういった情報が公式から出ておりますから、割とマジでね、今回はモンスター追加だけではなくて、様々な変化がございますので、かなり楽しみだね。あとは既存の機能の回収もですね、予定されているかと思いますので、利便性の向上も考えられるんじゃないかなと思いますね。さあ、去年の夏に公開されたこちらのロードマップ最後のピースがいよいよ埋まろうとしてますね。ただこう見てみるとライズと全然違うなっていう点と、あとはモンスターがかなり追加されていて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 で最後に13体目って感じかな。ただ1体しか来ないのかっていうところまだ分かりませんからね。そう、まあ、今までは1体ずつやってきておりましたが、1体ずつっていうのはこの記載内容は1体ずつやってきておりましたが、ただもしかすると2体やってきてもおかしくないからね。まあ普通に考えるとやっぱりアマツかね。まあアマツはアマツでもね、もしかすると、なんだろう、ポータブル時代に出てきたアマツではなくて、見た目が若干異なるアマツが出てくる可能性もあるかもしれませんね。なんかあんまりね、まんま同じものが出てくるっていうイメージが湧いてなくてさ、なんか復活固粒子モンスターではあるものの、例えばその、ミラボレアスとかさ、なんかいくつかパターンがあると思っていて、で、パターンが異なると名称も変わって、ミラルーツとか、あとはミラバルカンか。なんかそういった名称が用いられていると思っていて、まあ一応大きな括りで言うとあれもね、ミラボレアスに該当するんですが、なのでそんな感じでアマツもね、まあアシュってわけではないんだけどさ、なんか若干見た目とか色とか、あと攻撃パターンが異なって、復活しそうな感じがするよね。まあ、あくまで個人的な見解ではあるけどね。なんかまんま追加されるって感じがあんまりしないんだよな。まあ、今作の最大の伏線が回収される。今までずっと謎だった。この2年間以上ね、ずっとハテナと思い続けていた。こちらがようやく明らかになるわけだからさ。やっぱりどうしても期待してしまいますよね。まあそんなところで、まあディレクターの鈴木さんからもかなりですね、情報が小出しで出てきていて、で、このツイッターだけじゃなくて、フェイスブックにも一応ですね、開発者インタビューだったりとか、あとは独自の独占記事みたいなものが公開されていて、実はこれっていうのがそのホームページとか、あとツイッターとかにも載ってない内容だからさ、もし気になる方は、モンスターハンターのフェイスブックページをご覧いただければと思いますね。まあそんな感じでしょうか。まあそんなところで、モンスターハンターもいよいよ最後のアップデートがやってきそうなところですが、ただこのタイミングでなんとね、プレステ5版、プレステ4版のモンスターハンターがやってくると、なんかすげえ今更感が半端ないよね。だって下手すると、この無料タイトルアップデート第5弾が最後じゃないかと言われてるわけだから、その中で4月28日に発売でしょ?ただやっぱり、何度も思うことは、なんで
この時期なんで、いや率直に思うよね、なんでみたいな。まあその大人の事情とかが絡んでおりますし、まあ内部の事情はわからないんで、まあ突っ込めませんがそれ以上は。ただやっぱりユーザーとしての違和感、まあ率直な違和感としては、なんで任天堂スイッチで先に出したみたいなところですよね。まあ別に先に出すのはいいけど、プレステ5とプレステ4あまりにも遅すぎないかみたいな、最初散々言われてましたからね。まあそもそもグラフィック面とか大丈夫かとか、操作性大丈夫かみたいな。いや、モンスターハンターワールド、アイスボーンか、アイスボーンに関してはプレステで発売してたわけだから、そのまま継続でプレステでいいだろうみたいな意見が多数を占めていました。まあライト層をですね、取り込むのが目的で任天堂スイッチに出したんじゃないかなと思ってましたけど、やっぱりコアユーザー、特にモンスターハンターを長く遊ぶ方からすると、やっぱプレステでねプレイしたいっていうニーズは高まっていたかと思いますので、まさかのね発売から2年以上過ぎ去ってこのタイミングで実装って感じかね。ただまあ Steam とかもそうなんですが、ネックになってくるのが、以前も話した通り、これねクロスプレイができないんですよ。まさかのねまさかのみたいな。なので残念ながらですね、また一からやり直さないといけないと。例えば武器であったりとか防具であったりとかで、それを作るための素材集めをやらなければいけないからさ、めちゃくちゃ手間なんですよ。で、現時点で Steam でその地獄を味わってる方が多いからさ、このタイミングでまた一からやりたいかっていう、なんかそのストーリー一応あるけどさ、やっぱその他のゲームと異なりまして、なんか2週3週やるっていう内容じゃないじゃん。基本なんか一つのデータをやり込むみたいな、そういった遊び方をされている方が多いかと思いますので、なんかね、あんまりクロスプレイに対応してないって現実的じゃないというか、なんでなんだろうみたいなところがちょっと疑問に感じますが、まあとりあえずね、プレステ4とプレステ5で発売が追加で決定しておりますので、直近でそちらも控えております。まあそんなところで、はい、無料タイトルアップデート関連の情報もようやくね、公式から最強の特別速報、特報っていう形で出てきておりますから、ぜひ皆さん楽しみに待っておきましょう。特報っていうのがすごいよね特報会みたいな。はい、ってことでお疲れ様でした。じゃあのー。